ジェフリー・ウィルキンソンは、イギリスの科学者。1973年、有機金属作体に関する研究の功績で、エルンストット・オフィッシャーと共に、ノーベル科学賞を受賞した。ヨークシャー州トッド・モーデンに近いスプリングサイドの村に、生まれた。父親は家屋を塗装、装飾する職人の棟梁で、母親は、綿食工場で働いていた。ジェフリーのおじの一人は、 オルガン奏者、生活体式者だったが、彼の家族は製薬工業用のエプソム塩やグラウバージオを作る科学会社を所有していた。ジェフリーにとって、これが初めて科学に興味を持つきっかけになった。公立の小学校で教育を受け、1932年に州の奨学金を獲得して、トッドモーデンの中学校に進学した。この時彼に物理学を教えたのは、 原子の分割で後にノーベル賞を受賞したジョン・コック・クロフト教が教えを受けたのと同じ教師であった。1939年に国からの奨学金を受けてインペリアル・カレッジ・ロンドンに入学し、1941年に卒業した。1942年、核エネルギーを研究する若い科学者を募集していたフレデリック・ペーナス教授のグループに加わり、カナダのモントリオールに渡った。 後にチョークリバー研究所に移り、1946年にそこを去った。次の4年間、カリフォルニア州バークレーのグレンシーボーグ教授の下で原子核の分類について研究を行った。それからマサチューセッツ工科大学で研究員となり、彼が学生の頃に初めて興味を持った対象、すなわちカルボニル作体やオルフィン作体などの繊維金属作体に、 再び興味を持ち始めた。その後、1951年の9月から1955年の12月までハーバード大学に席を置き、その間9ヶ月の研究休暇をコッペンハーゲンで過ごした。ハーバード大学ではコバルト上のプロトンの霊気関数という核化学の分野での研究を続けていたが、すでにオルフィン作体の研究も始めていた。1952年、 ロバート・バーンズ・ウッドワードと共に、フェロセンの正確な構造を提案し、メタロセンの研究に宣弁をつけた。1955年6月、ロンドン大学インペリアルカレッジの無機化学講座の教授に任命され、繊維金属作体の研究を本格的に始めた。ウィルキンソンは、ウィルキンソン触媒の発明者としてよく知られる。これは、化学工業において、アルケンを水素化して、 アルカンを合成する際に用いられる。1965年王立協会フェロー選出。1981年ロイヤルメダル。1996年デイビーメダル受賞。ウィルキンソンは結婚しており、二人の娘がいた。1996年の9月26日に死去した。ありがとうございます。